P ランクのロドリゲス選手使ってみた動画です。初回先頭の山田哲人がレフトフライ。2番松井秀喜も内野ゴロ。3番糸井はツーベース。4番カブレラで先制。1点リードでロドリゲスへ。あ、危ない危ない。2番に入っている柳田。ロドリゲスまずは先頭バッターを打ち取っています。惜しい。ファウル。いいコースでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ボールになります。ムービングは全然曲がらない。ストレートわずかに外れてボール。打ちました。いい感じ。ツーアウトになりました。バッターは3番の王。ツーアウトランナーありません。インコース打ちました。いい当たり。切りました。ファールボールです。ノーボールワンストライクです。打ちました。大きな打球になった。どんまいどんまい。バッターランナーは二塁。初球は何から入ってくるか。打ち上げました。ここはナイスピッチ。ヤクルトスワローズ。しかし2回の表は点を取れず。次には指名打者の吉田。ドラゴンズ1点リードで迎える最終回です。嘘だろ。高く上がった。ぐんぐん打球入った。バッターボックス坂本。ドラゴンズ最終回で痛い失点、同点にされています。西さん、ここからですね。そうですね、なんとかサヨナラに持ち込みたいですね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けこのスプリットいいかも。抑えてワンアウト。バッターは7番に入っている青木。ワンアウトになっています。変化球打った。破っていくセンター前。センター前ヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス太田。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあどうだ。ファールグラウンドへのフライです。ファーストがファールグラウンドで抑えてアウト。バッターは次は代打の絶対抑えると。ツーアウトになっています。さあまず1球目、最初は変化球できました。ジャストミート。ワンバウンドヒットになりました。センター前ヒット。ドラゴンズピンチになりました。さあそして打席には山田が入っています。うーん、怖いバッターが続きますね。ワクワッとよかった。スリーアウト。勝ち越すことはできません。しかし延長戦も点を取れず。これから3回の裏スワローズの攻撃。続くバッターは柳田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。一二塁間掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには王が入ります。怖いバッターが続きますね。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。内へ。これは決まった。ここはあっという間に追い込んでいます。この球は、ああ外れました。打った。ご視聴ありがとうございました。